ボートレース下関のヤングダービー第5レース予選競争開始です。さあ5号艇上条ピット離れで出て3コースあたりは取れそうでしたが、それ以上に内を狙ってという、まるで内志向のベテラン選手かのような上条のコース取りですが、それだけこのヤングダービーラストイヤー得点率的には無事故完走条件とはなりそうなんですが、おそらく本人は上位得点率で通過、もう優勝しか狙っていないという、そんな上条の腹積もりでしょう。作戦待機行動から現れています。1コース1号艇の西岡成美、2コースに5号艇上条信孝です。1号艇西岡受け止めてイン速攻なるかという追い風コンディションで第5レース進入、インコースから1番5番2番3番4番6番スタートしてきました。1号艇の西岡好スタート、0台入ったかというそんなスリット、そして5号艇上条は差し構えでまくり出す、2号艇板橋、あとは3、4、6ですが、さあここは2コース差し、まさにこの辺りはさばいてきたが、5号艇上条ヤングデービーデラックダービー制するためへのここは勝利が欲しいというそんな形でトップスタートは前提正常でした。2番手争いは2号艇の板橋が指して、外は1号艇の西岡、上位3艇5、2、1。さあこのレースは2コースから指してシリーズ2勝目ということになりましたが、ご自身ではいかがですか？いやもうできすぎですね、はいはい、明日に向けての戦い、課題はどのあたりになりそうですか？そうですね、やっぱスタートをしっかり行きたいですね、はい、そのあたりはもうご自身との勘との戦いということになりそうですか？そうですね、割としっかりいけてるので、うん、このまま、1-0ぐらいいきたいかなと思います、はいはい。2日目の勝利者インタビューの時には、はい、プロペラの開きを見る程度で、はい、ノーハンマーというお話もあったんですが、はい、そのあたりというのは調整どんな感じで進んでますか？あ、もうずっとその感じで足はもうキープしてるので、はい、もう本当にペラはほぼ触ってないという感じです。はい、はい、これで予選終了、手元計算によりますとポイント状況 8.00 ということになります、はい、ヤングダービーラストイヤーポイント上位で予選終了ということになりますが、このあたりはいかがですか？いや本当に最後なんで、あのこういう形でとりあえず予選を終えたことは、すごい良かったと思います、はい、では明日の戦いも非常に楽しみです。ではファンの皆様に一言お願いいたします、はい、明日も頑張ります、応援してください。